今日もご視聴ありがとうございます。どうも、レンジです。今回は、Twitter でね、今話題となっておる、その第5人格の、11月にね、大型アップデートが来るというね、情報が出ました。はい。なんかもうね、その運営スタッフとかもいろいろ開示してくれてて、でね、考察で有名なね、森さんという方のね、情報をもとに見ていきたいと思います。で、まずね、サバイバーが出ますと、サバイバーハンターね、新しく来ます。で、そのサバイバーの名前ね、このエダ・ミスマーっていうね、今回のその COA のなんかムービーとかでチラチラ出てたみたいで、そこから情報がね、分かったということで、はい。で、もう一人なんかエミルっていう子もいました。で、職業はなし。で、エダ・メスマーの職業が心理学者と。で誕生日がね、2人とも一緒なんですよね。はい。ということで、分かることが、もしかしたらその双子のサバイバーなんじゃないかっていう。そう。例えば、もう一人の兄弟が、解読に特化してて、もう一人がチェイス型みたいな、その白黒みたいになんか2人で、こう、変わりワンコみたいな感じでなるんではないかみたいな言われておりますと。はい。趣味とか特技とかも、なんかその心理治療とか催眠とか、医学とかね。はい。エダちゃんはなんかその心理学者なんでね。はい。で、エミルって方は職業がね、ちょっと未だなしで、年齢不明でね。はい。特技がなんかクライミングと運動、ぼーっとすることみたいな、なんかおっとりした感じで。はい。っていうのが今ね、分かった情報ですね。こんな感じの絵ですね。はい。で、ハンターが、これ結構、もう動画とかで出てて、こんな感じの、なんか、鉛をね、持ってるハンターで、海洋系人外なんじゃないかっていうね。今までそのロボットね、ボンボンとかさ、ああいうちょっとこう、アンデッドみたいな感じだったけど、今回は人外系ね、ハスター寄りのハンターなんじゃないかっていう、はい、考察が出ております。なんかね、かっこいいよね、このカラスみたいなさ。水中の中でこうね、駆け巡ってるって感じで、またね、ちょっと面白そうなハンターがね、来ますと。はい。で、大型アップデートなんでね、マップもね、追加されるみたいです。はい。帰らずの森っていう、なんか森系なのかな、はい、今回は。森林なのか。一応、こんな感じの画像が出ており、リーク情報がね、出ておりますと。はい。なんでね、ちょっと11月、ぶっちゃけね、まだ5月ね、なったばっかでね、まだまだだと思いますが、ちょっとこれをね、元にね、またちょっと楽しみが増えますよね。いやー、人外系ハンターか。今回はね、ウィルでね、ウィルもなかなかね、ぶっ飛んだハンターだったんだけど、ちょっとね、水の中に潜るとか、そういうのが、このゲームないからね、どうなんだろうね、水中ハンターっつっても、地上だけどね、なんかね、もう昔 S1 時代にあったリッパーの霧のね都みたいな感じで辺りをこう水にすんのかわかんないけど、はい。ちょっとねハンター気になる方はねちょっと楽しみですね。サバイバーもねなんか今回すごい可愛いって言われてて、絵がね可愛いんでね、このキャラもねすごい人気なんじゃないかっていうね、人気が出るっていう予想されてますね。といったところで、11月、ちょっとまで待つって感じで、はい。ウィルね、ウィルね、俺もハンター、ちょっとウィルが出て、めっちゃハマってね、ウィル一択でちょっと今頑張ってるんですけどね、はい。こんな感じでちょっと、試合ね、見ていきたいと思います。ずっと流しててね、なんだかんだ位置釣りして、ウィルは、正直、ハンターって最初強いって思わせて、よっしゃよっしゃみんなで買うぜっつって課金して買うんだけど、結局ね弱体化して、せっかく課金したのにみたいな感じのね、ルーティンがね、多いんでね、はい。なんで、今回ももしかしたら、めっちゃ強いじゃん、せこいってなるけど、結局弱体化して、そうでもないっていうね、はい、予想がされてるんですが、はい。でも、ウィルね、どうだろうね。やれないことはね、まだないと思いますね。ぶっちゃけ使ってきて。でもそのウィル使ってる人も、最上位ではもうなくなったかなっていう、はい、とは、言っておりましたね。ステージゲーっていうとこがあるからね。はい。なんでね、ちょっとCOA のね、大会とか見た感じね、案とか増えたりしてたんで、はい。ちょっとね、次のね、環境が入ってきそうな気がするんです。だよね、マジで。練習あるよな、案な。ちょっと軍事工場と、精神病院がね、圧倒的にね、ちょっと見る、マジできついんで、なんでね、ちょっと、ステージによってハンターを分けるってことで、今、ハンターもう一人ね、ハンター探してますね。こういうステージはね、マジで強いんだけどね、軍事工場も、やれなくはないんですけど、どうしても精神病院がね、基本的に精神病院って、前半はサバ有利なのかな、はい。後半はね、ハンター結構動きやすくて、ウィルもね、ゲート感はね、強いんですけど、はい。バンはちょっと義手版でやっております、ウィルは。さあ、ここで、そう、こうなるとね、強いんだよね、救助狩りとかできて、はい、傭兵も、さあ、ここでしっかりね、標準合わせて、救助狩りと。そう、ウィルね、勝率が上がったきっかけは、やっぱ、そのボット戦でトラップを投げる練習を、試合前にやるともう全然、違いますからね。これはね、もうほんと感じたことですね、マジで。なんで、ビール使うとか、ビール使いたいって人はね、ぜひね、ドライブテクニックもそうなんだけど、この罠をね、投げる練習ね、ぜひね、してみてください。はい。全然違いますね、勝率が。さあ、ここで残り、なんだかんだ残り1人。そう、ドライブテクニックはね、やってればうまくなんだけどね、トラップだけはね、どうしても罠がね、ちょっとまだ、練習する機会が少ないっていうのがあってね。いやー、でも、新サバイバー楽しみだな。ちょっと、今回、ね、もしかしたら、その1回で2人を楽しめそうなんでね。で、しかも、可愛いしね、何より。それでかいね、やっぱ。可愛いキャラってやっぱ人気だからね。さあ、といったところで、これね、今日のランク戦なんですけど、占い師をね、いい感じに追い込めましたと。そう。で、操作もね、慣れてきたんでね、ウィルも。さあ、こうトラップ押しが、指パッチンがあるんでね、こうなったら追い詰めるのみですね。さあ、ここ指パッチンで仕留めて、OK! GG! 4釣りできました。はい、ご視聴ありがとうございました。ね、新サバイバー、新ハンターは11月、新マップも来るのか。その時にまたね、弱体化強化も来ると思うんですけど、とりあえずね、今シーズンはあと10日もう過ぎたかな。傭兵技師弱体化してね、マップも変わってね、ちょっとハンターやりやすくなるかもしれないのでね、はい、楽しみですね。っていうことで、またね、第5人格実況やっていきたいと思いますので、気になる方はね、ぜひチャンネル登録や、いいねしていただけると嬉しいです。それでは今日もご視聴ありがとうございました。お疲れんじ。